はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を紹介していくようなチャンネルになっておりますので、ぜひこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ早速始めていきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします今日はですね、国際協力の中でも平和構築分野で活躍されていて、今後国連職員というところも目指されている金森さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ざっくりと自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、金森大輔と申します。私は最近まで JICA 南スーダン事務所で働いておりまして、はい、JICA で働く前は NGO の AR ジャパンというところで働いていて、かねてより国連の特に平和構築だったりとか交渉仲裁紛争解決っていう分野で働きたいなと思って国際協力の分野で仕事をしてきています、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと後ほどどういう形で働かれてたのかとか、今まで何されてたのかっていうところは後ほどお伺いできればなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけど、そもそも国際協力の業界に入る前に金森さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたいんですけど、はい、何がきっかけだったんですか。きっかけといったものはすごくはないんですけど、もともと僕自身が大学の時はプロサッカー選手になりたくて、結局怪我とか実力の問題もあってなれなくて、その後に何になりたいかなっていうのを考えた時に、世界のいろんな社会課題とかを解決するような仕事に就きたいって思い出したんですよね。それが始まりで、大学の時にあんまり勉強してなかったので大学院で勉強したいなと思ってたんですけど、家庭の経済的な事情とかもあってすぐにはいけないなってなって、そこで初めて本当に自分が何がしたいかっていうのを考え始めて、10年プランっていうのを立てまして、はい、それは22歳の時からですか。そうですね、22歳の時ですごいわ、はい、22歳の終わりにすぐに大学院に行こうと思ってたんで、受験勉強とか始めてたんですけど、はい、まあ、行けなくなったので卒業してから就職活動を始めてなるほど、でそこで10年プランを立てたって感じですねそういうことだったんですね。じゃあもともとはプロサッカー選手になりたかったけれども、はい、怪我であったりだとかそういったところでちょっと断念して、はい、まあ、社会課題を解決できるような仕事に就きたいっていう話になって、はい、どんどん国際協力に興味を持っていくって感じになるんですか、ね、そうですね。ありがとうございます。ちなみに大学の時の学部の専攻は何だったんですか。学部の専攻は国際社会コミュニケーション学科。そうなんですね。じゃあもうそこの中でも、はい、基本的には国際協力というか、そういったところは表面上では学んでいたい。そう、表面上では学んで授業には出てってちょっと英語のクラスとか取って、あとはもうサッカー漬けっていう感じで、うんうん、体育科っていう選択肢もあったんですけど、はい、プロになれなかった時にコーチだったりとか、うん、学校の先生とかになるっていう部分で、体育の先生じゃない方が自分に合ってるなと思って、それでその国際コミュニケーション学科にいましたねなるほど、ありがとうございます。じゃあそこから大学院に進学しようとするんですけど、経済的な事情で就職っていう選択をされるじゃないですか、はい、就職はどこをされたんですか。横須賀の米軍基地に就職しまして。米軍基地に行かれたんですね、はい、ファーストキャリアとして選びました。すごい。それって何か募集とかで出てるもんなんですか。そうですね、サイトとかもあって、はい、そこで国連とか他の海外の就活と同じですけど、はい、ポジションが空いて、はい、広告が出て、そこにいろんな要件とか書いてあるんで、そこから応募するっていう感じですね、はい、なるほど。基本的にはそこだけしか受けなかった感じですか。いろいろ受けました。大手の企業さんだったりとか、うんうん、地方の企業もそうですし、いろんなところを受けながら10年プランっていうのを、はい、そこら辺で考え始め出してて、結局いくつか受かった中から米軍基地を選んだって感じですね。なるほど。じゃあちょっと10年プランについても聞いてみたいんですけど、ファーストキャリアとしては米軍基地を選ばれたわけじゃないですか、はい、そこはその10年プランの上には乗っかってました。はい、乗ってました。あ、よかったです。そうですね、その上で10年プラン聞いてもいいですか。はい、10年プランでまず考えたのが、はい、3年働いてお金を貯めて大学院留学2年して、なるほど。でそこから開発途上国とか現地に行って5年ぐらい働いて国連に入るっていう風なプランを立てたんですよね、はいはい、ざっくりと。確かに3年経験があって大学院留学して、その後の転職っていう観点でも職務経験もあるし、はい、修士も持ってるから入りやすいだろうっていうところで海外経験を積ん でそこから国連みたいなのを考えてたわけです、ね、そうですねそのプランを面白い、はい、考え始めてじゃあ実際米軍基地にも3年間いらっしゃったってことですか。はい、3年間仕事してましたね。すごいな毎日軍艦の中に入って安全検査をするっていう仕事だったんですけど、はい、いろんな工事現場とかも見て、はい、この弾薬庫から何メートル離れてないと作業ができないとかっていうのを判断して許可を出すような変な仕事だったんですけど、はい、確かにそういった観点だと国連に入る前に必要な英語とか、うん、そういったところは確かに学べるかもしれないですよね。そうですね。なんかスコアとかってそこで取られたりしたんですか。トイックとか受けてましたね、うん、3年間の間に英語能力を伸ばそうと思ってて、うんうん、大学の時にちょっとやってて700何十点ぐらいだったんですけど、うんうん、トイックとかはその米軍基地期間に満点ぐらいになって。マジすごいですねまあ自分で勉強したりして、もちろん留学準備もしてたので、うんうん、TOEFL だったりとか IELTS みたいな他のテストも受けたりしてましたね、うんうん、なるほど。この3年間で資金と英語力を高めたってところだったんですね。そうですね、まさしく。なるほど。じゃあそこで3年間勤めました、はい、そこから大学院っていう話になると思うんですけど、はい、それは国内と国外どっちも考えてたんですか。完全に国外でしたね。そうなんですね、はい、国外でも結構いろんなところあるじゃないです
ですか、はい、アメリカであったりだとか、うんうんまあ、ヨーロッパ系とか、うんうん、もしくはアジアとかもあると思うんですけど、うんうん、その中ってどういう選択されたんですか。そうですね、その時考えてたのは、うん、米軍基地に行ってアメリカの文化をある程度知ってて、はいはい、出張でたまにアメリカにも行ったりしてて、うんうんうん、今度はヨーロッパの方で歴史だったりとか、はいはい、EU とかの成り立ちとかも勉強したかったんで、そういうのもあってイギリスがいいかな、うんまあ、特に平和構築とか紛争解決っていうのはイギリスに結構いい先生方とかコースがあるので、そういうのも考えてイギリスに決めましたね。なるほど、ありがとうございます。実際英語力っていうところは事前には取っておいたと思うんですけど、はい、他に用意する書類とかって何かあったんですか。志望動機の提出が必要で、はい、志望動機が1000字から1500字だったとか、まあ、大学院によっても違うんですけど、はい、そこのブラッシュアップといいますかトイックとかでも文章書くことなかったですし、はい、書くことがあんまり得意じゃなかったんですけど、まずそのアウトラインというかざっくり書いてみて、うん、人に見せたりしてどんどん良くして自分がいかによく見えるかみたいなところを研究してその書類を作成してきましたね。なるほど、はい、他にじゃあ志望動機とは自分の経歴だとかもあると思うんですけど、はい、他は何もなかったんですか、はい、短いエッセイの提出とかもあったんで、そういったのも僕自身が気になってる分野で国際関係だったりとか紛争だったりについて調べて簡単に書いたりしてて、そういう準備をしてましたね。なるほど、そういうことですね、うん、じゃあそれで留学イギリスにしようっていう形になってどこの大学行かれたんですか。まずはオックスフォード大学のもう修士課程じゃないんですけど、その一つ下のグラジュエートサーティフィケートコースっていうの準修士みたいなコースにまず行って外交学を学べるコースだったんですけど、まあ、そこを選んでいきましたね、はい、1年目は、はい、なるほど。実際グラジュエートサーティフィケートコースって大学院と大学の間にあるようなポジションなんですか。そうですね、なんか学んでる内容も大学4年生ぐらいのレベルっていうのよく言われてて、特にそのコースは結構専門的な知識を学べるようなコースだったので、そこに行って僕自身まだまだ大学の時にそこまで勉強してなかったし、詳しく国際関係とか外交について知らなかったので、まずは基礎を固める上で1年目はそういったコースに行って学ぼうと思ってそのコースを選びましたね。なるほど、じゃあそこのコースに行ってそこからまた違う大学に行かれる感じなんですかね。そうですね、オックスフォードもそうですしロンドンの大学とかいろんな大学も受けつつ、最終的にセントアンドリュースっていうスコットランドの大学院に受かってそこに行きました、はい、なるほど。じゃあオックスフォード行った後セントアンドリュー大学っていうところの大学院に進められたと思うんですけど、はい、そこは大学院も2年ですか。1年でしたね。あ、1年なんですね、はい、イギリスはやっぱ修士が1年っていう、はいはいはい、ところが多いので、うん、そこでも1年間行きました。なるほど、そこでは何を学ばれてたんですか。はい、そこはもうがっつりピース&コンフリクトで平和、うん、紛争について学ぶということで、はい、平和学だったり紛争学の基礎的な理論だったりとか、うん、ルワンダだったりスーダンとかもそうですけど、うん、紛争が起こってる地域の分析といいますか、なんでその紛争が起こったのかとか、はい、そういったことを自分で研究しながら、うん、いろんな授業もあるのでそういった授業でも学ぶようなところでしたね、うん、なるほど。ちょっとここ別視点で聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、金森さんって大学院海外とか行かれてますし英語を使われてると思うんですけど、国際協力の人たちってイギリスとか海外の大学に進まれる方多いじゃないですか、はい、メリットって何があるんですか。僕としてはもう完全その10年プランで国連とかで平和に関するところで働くために必要なスキルとか要件みたいなのを考えた時に修士課程は必須なんですよね、基本的に国連で働くためには。でそれプラスでもちろん英語力とかが必要ですしっていうのを考えると、イギリスとか英語圏でしっかり英語を学んで喋る方もそうですし、ライティング力とかも必要になってくるんで、将来に必要なものを見据えてそういったスキルを取りに行ったっていう気持ちが強いですね。っていう観点でいくと、じゃあ先行投資みたいなものですかね、まあ、そうですね、自分に対しての、はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。もう一点聞いてみたいのが、実際セントアンドリューの大学に行かれてたと思うんですけど、はい、どういう生活されてたんですか。結構勉強漬けみたいな感じですか。はい、まさしく毎日勉強漬けでしたね。あ、そうなんですね、はい、授業も1週間に3コマぐらいしかないんですよ、1時間半ぐらいの、うん、そうなんですね、はい、だいぶ少ないんですけど、その一つの授業のために課題図書が何十冊とかいろんな論文読んだりとかしなきゃいけなかったですし、同時並行でエッセイとか小論文とかをいっぱい書かなきゃいけなかったので、はい、でそういった課題をクリアするために毎日図書館に行って読書したりとか、はい、そうなんですね。いくら英語で TOEIC とか TOEFL とかできてても、うん、授業でちゃんと発言したりだとか、うん、理解するっていうのって結構ハードル高いですね。そうですね、すごくハードルは高かったですね。僕自身もイギリスに行ってすぐは授業の中でもついていくのがやっとというか、発言することも難しかったりとか、1対1だったら結構英語も分かったりするんですけど、はい、グループでのディスカッションだったら追い切れなかったりとか、はい、もしくは自分が何か言おうとしてる間に違う話題が進んだりとか、はい、なかなか難しかったですね。いや、日本ではそういう機会もないんでね、うん、海外とかに行くとなおさらきついかもしれないですね。そうですね、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では大学院の後どういう就職をされていったのか、その10年プラン通り
通りに行ったのかどうかっていうところも含めてお話をお伺いできればなというふうに考えてます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。